クッシュ、皆さんこんにちは、加藤です。今回はですね、20代の女性と不倫したと報道されたリサの旦那が、不倫したのはですね、リサの年齢が原因なのかといったことを考えていきたいなと思います。まずそもそもですね、一般的には男性は若い女性が好きだみたいなことを言うじゃないですか。でそれはまあ数字的には事実かもしれません。よくわかりませんけど、まあそういうことがあるかもしれないですけど、さらにね、当たり前のことを言えばですね、男性っていうのはですね、願望を持って生きてるんですよ。その願望っていうのは、たくさんの女性と付き合いたいといった願望です。で、その証拠にですね、結婚していようが彼女がいようとですね、知らない女性が出演している AV をみんな見るじゃないですか。見てない人ってほとんどいないと思うんですね。もう 1% 未満だと思いますよ。それぐらいみんな願望を持って生きてて、普通はそんなチャンスがないんだけど、世の中にはですね、お金を持っていたり、ね、イケメンだったりですね、チャンスが、そういったね、不倫をするチャンスがたくさんあるような人もいるわけです。で、リサの旦那もそうなんですよ。まあ、なので、年齢は関係ない。で、僕もですね、はっきり言ってリサと不倫できるチャンスがあったらですね、もう絶対迷わずですね、不倫してると思います。まあ、そんなチャンスはないと思いますけど、まあ、もしね、リサさん、チャンスがあれば、僕と不倫してください。はい、今回以上です。クッシュ。